でしょ。だって、あ、いいよ、歩いていいよ。ほら、もう、ねえ、ほら、獣医さんには手術をしないと歩けなくなるって言われたそうです。右の膝が、もう靭帯がダメで歩けなくなるって言われたそうですけど、30秒触ったらもう自分で買ってみましょう。もう今正直どこが悪いのかどうか、あんまりよくわかんない。ね、っていうことは、どういうことかっていうと、ワンちゃん本当にね、膝、膝蓋骨のね、トラブル程度で手術なんか絶対必要ないんですよ、もともと。俺がすごいんじゃないの、これワンちゃんってそういう動物なのね。ほら、もう乗っちゃってるしね。もう全然大丈夫だしね、お座りはするし、きちんとさ。まあ、だから犬ってそういう動物なのに獣医さんが分かってないって、まあ、あの今日はそれのためにね言ったんだよね。ほらもうなんか、まあ、ね、まああのね、ほらもう降りても大丈夫でしょ。うん、そうですね。もうやりたい放題ですよ。じゃあだから犬はこういう動物だっていうことを記憶に取りなさいっていうことを今日はね。うん、でもだからしょうがないからね、まあエリート獣医さんたちにも分かってもらうような曲、これ晒しますわ。晒しますうん、ね、俺がすごいわけじゃなくてね、ちゃんと犬の体について正しい知識と技術持ってれば、犬はね、膝のトラブルだの、まあやれ椎間板ヘルニアだとかパティラだって、そんなに負けるほどヤワな動物じゃないっていう、そういう記録動画ですね。